こんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは商品を PR するような活動をさせていただいております。で、今日紹介するのはですね、ワークマンの、2020年新作の、防寒シューズを6点ご紹介していきたいと思います。で、もう今年のモデルもあるんですけど、基本的には去年、一昨年と人気だったモデルも、ご紹介して、今お店に並んでいるような、ブーツとか、あとスリッポンみたいなタイプのシューズを、あったか系シューズですね、ご紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。それじゃあまず一つ目紹介していきたいと思います。こちらです。こちらもう2年前にワークマンを知った頃に買ったシューズなんで、結構もうボロボロになっているんですが、未だにこれ人気でですね、店舗でもよく売ってるの見かけます。商品名がですね、防寒トレッドモックで、型番が SL662 という風になっております。でね、これね、値段がまず今回ご紹介する6点の中で一番安い税込みの1500円になってます。安いで、これカーキっぽいお色なんですが、ここがキルティングみたいな感じで綿が入ってるんですね。で、中も肝素材になっていて、足を入れておくととてもあったかいです。でももちろんこれかかとを普通にスポッと履くんですけど、かかとを潰しても履けるので、私よく冬キャンプ行く時とか、テントとタープの間、ちょっとテント中入らないとっていう時もあるので、そういう時にサッと履けたりするので、非常に出たり入ったりするのに楽ですね。で、玄関に1個、ポンとサンダル代わりに置いておいてもいいかと思います。そうすると宅急便屋さんが来た時とかね、急いで、はいはいって出る時にかかともシュッって履けるので、おすすめな一品です。で、非常に軽いです。で、カラーもこういうカーキとかブラックとか、あと新色でネイビーがあるんですけど、そういうちょっと落ち着いたカラーからかなりねビビッドなイエローも出てたりするので、それはねちょっとアクセントっぽく履くと可愛いのかなと思います。で、裏側もこんな感じになってます。汚れてるね。キャンプでもよく履くから汚れている。こんな感じになっております。重さがちなみに、片方 200g、軽いです。で、表面が撥水加工してあるので、ちょっと滑だったら弾くことができます。で、サイズが SML LL3L までありますので、足の小さな方でもね、どのくらいかなに S だと、これなんだろう、私が普段24センチでこれね M 履いてるんですけれども、なので23センチぐらいの方でも S サイズであれば履けるんじゃないかなと思います。はい、色がネイビー、イエロー、カーキ、ブラック、4色あります。で、収納袋もついてます。これはこれで履き心地がよく、非常にですねあったかいですね。やっぱり中が肝になってるせいかあったかいし、でちょっとキルティングになってるんで、シンプルなシューズながらちょっと凝ってる感じもするので、これもよろしいですよ。特にカーキとかブラックだとね、こういう靴初めて履くよって方にもコーディネートもしやすくおすすめなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ2つ目のご紹介いきます。2つ目はこちらのウラボアライトスリッポンです。これは去年モデルの、もう今年多分販売されてないブラウンになってます。これもね、確かね、去年ワークマンから提供いただいた品になるんですが、すごい気に入って履いて、で、キャンプの、普段も履いてる、街で履いてるし、キャンプの時も履いてたんで、ここがね、焚き火の火の粉でちょっと穴が開いてしまったという、そんな感じ。で、値段が税込み1900円になってます。で、裏が防寒用に、結構ね、モコモコの棒がついてるんですよ。ほら。なので足を入れてもすごいあったかいし、これも先ほどのと同様ペコッとやっぱりかかとを潰して履けるので、キャンプの時にぴったりです。で、どちらかというと
こっちの方が結構しっかりしているのに対して、こっちは非常に生地が柔らかいのでよりフィットして、個人的にはこっちの方が歩きやすくてよく履いてました。で、ですね、こちらはさらに軽くて片足 180g ということです。でカラーは、今年のはもう今この色が出てなくてですね、色が、ネイビーとオリーブカラーが出ています。こちらですね、ネイビーと、オリーブ、アンバサダーの猫丸ちゃんが作ったオリーブカラーもあります。はい。で、ボアがついてないタイプは1500円でライトスリッポンとして販売があります。はい。でこちらも表面が撥水加工してあって、去年本当に冬の雨の日とか履いててもすごい水を弾いてくれるので、長靴とかは本当小雨ぐらいとは長靴いらずですごく快適に履けました。まあちなみにワンシーズンゴリゴリ履くと結構かかとはすり減りますね。すり減ってる。今年また新しいの買い直そうかな。うん。でまあ一応ベルトでこの辺調節ができたりだとか、ここですね、ここでゴムをちょっと調節ができたりだとか、あと、収納袋こちらもついてるので、袋に入れて持って行ってキャンプ場でちょっと履く用とかに持ち運びも便利な感じになっております。で私普段は24センチなんですが、この靴に関しては S サイズがちょうどいい感じでした。まあ、23センチぐらいの方も結構ね、裏側がついてたりするので少し大きいかなって感じる方もボアで調節が効くような気がします。はい。あとそのさっき その撥水の話なんですが、2020年のモデルに関しては、ですね、驚きの耐久撥水、スプラテックっていう加工がされているそうです。でかなり、まあ、ワークマン独自の耐久撥水加工ということなので、水をすごく、まあ、去年よりもさらに弾くようなそんな仕様になっているそうです。でサイズが S、M、L、LL、3L の、サイズが出ております。ね、ネイビーと深みのあるネイビーと、あとこのオリーブ、普通の服にも使いやすいしキャンプの時にもぴったりなカラーになっているかと思います。よし、じゃあちょっと裏ボアライトスリッポン履いてみたいと思います。おお、相変わらずふかふかしている。ふかふかしてるけど、さすがにもう去年いっぱい履きまくったからボアが減ってはいるね。うん。あ、でもやっぱりね、これね、履きやすいっすね。足にね、裏ボアがすごくフィットして歩きやすいです。はい、じゃあ3点目はこちら。私がもう動画で紹介するの何度目でしょう。3度目ぐらいになりますかね。こちらのシューズの名前が、ディアコー撥水タウンブーツになっております。これね、本当にカタログで見た時はそんなにふーんって感じで気にも留めてなかったんですが、実物を見たらなんか結構気に入ってしまって、しかもね、ワークマンから出てるブーツって結構ズボッと入れる長靴タイプが多いんですけれど、このブーツに関してはマジックテープで結構ビシッとこのかかと、あれか、足首を固定できるのがすごく気に入ってて、やっぱり歩きやすいですね。歩きやすいし、足を入れる時もシュッと入れられてピタッと止めるだけなので非常に便利です。でブーツとはいえ高さがそんなにない、本当にショート丈っていうのが気に入っていて、洋服もパンツの場合もインしやすいし、でなんか合わせやすいですね。ただね、個人的にはここに書いてあるフィールドコアのこのロゴが、なんかちょっとダサい。なんだろう。なんかこのロゴが見えるかな。ここにね、大きく書いてあるんですけど、このロゴの感じがちょっとダサいなと思ったので、まあフィールドコアに関してはここにしっかりロゴが入ってて、ちょっと目立ちにくいロゴがちゃんと入ってるので、ここのはね、もし来年モデル出すんであれば、ここ、いらないかなと思います。社員さんよろしくお願いします。で、カラーが、このグレーの他に、めっちゃ明るいオレンジがあって、で、めっちゃ明るいオレンジの方は結構お店でもサイズがあるんですけど、やっぱグレーは人気なのか、小さいサイズからなくなってきているような気がします。欲しい方はぜひ、店舗に早めに行ってみてください。で、あとこれですね、表面が D
ディア、なんだっけ、ディアマジックダイレクトっていう、その、やっぱ耐久撥水で水に強い素材を使っていて、さらに中綿が、ディアファイバーボールっていう、まあ、綿が、特殊の綿が入ってるんですが、これが、太陽の紫外線とかからも発熱するし、人間の汗とかの水蒸気からもダブルで発熱する素材が入ってるので、これ履いてるだけでね、本当に足元ポカポカで、多分この冬は、こればっかり履くことになるかなという予感がします。こちらは、税込みで2900円になっております。今日木曜日なんですけど、神奈川めちゃくちゃ寒くて一気に冷え込みが進んで、普通にさっきこれ履いて出かけたんですけど、足回りがね、あったかくって超幸せでした。より、やっぱ足首守ってくれると、より冷えからも強いというか、今ねこれ履いてるだけで足の先がねポカポカしてくるんですよ。これはすごい。これはいいブーツ。はい、次4点目ご紹介するのが、じゃでーん、こちらの防寒ブーツ、ケベックです。もうケベックにはね、もう何年、3年目かな、私はお世話になるのは。で、こちらがニューカラーのモカというオイルをこちら提供していただきました。なんか今日着てる、このフィールドコアのトレーナーにも色的になんかぴったり合ってる感じ。このね、落ち着いたカラー、よくぞこれを持ってきてくれたって、私は本当に嬉しい。なんか、もうね、いろんなベージュっぽいキャラメルとか、いろんなブラウンとか色がある中で、これすごくね、ベストの使いやすい落ち着いたカラーでいいなと思っています。で、これ税込み1900円です。で、これは一昨年かな、もう本当に毎日履いてたらね、そこがね、穴開いてベコベコになるぐらい履きました。まあ、1900円なんでね、元は取ったかなっていう感じ。これはまだね、下ろしてないの。下ろしてなくて、もうちょっと寒くなったら履こうかなと思ってる靴になります。で、中綿がかなりしっかり入っていて、まあ、ここ調節できるんですか？あんまりここは私は使ってないかな。もう普通にズボーっと履く感じで、めちゃくちゃ暖かいです。綿がもう本当にしっかり入っていて、で、まあ、先ほどのと比べて足首の固定とかはできないんですが、結構ね、ぴったり割とフィットするんですよね。で、まあ、軽さもあるので、軽くて暖かいとなるとね、もうね、やっぱ他の靴履けなくなるんですよね。で、寒い時期の、まあ、街歩きはもちろん、キャンプでも大活躍したシューズになります。で、ケベックは去年とか一昨年とかすごい人気で、まあ、冬の頃はサイズがもう全然なくなっちゃって、たんですけど、さすがにケベックももう販売も3年目4年目ぐらいになるんですかね、ということなので、多分それなりにワークマンさんも分かってらして在庫を増やしているんじゃないかなと思います。今年は店舗見回っても結構在庫があるイメージがあります。で、接地面から、4センチ防水になっているので、まあ水たまりとか歩いても大丈夫ですね。あと表面も撥水加工がしてあるので、ちょっとした雨や雪なんかでもぴったりな防寒、まあ定番のワークマン定番の防寒ブーツと言えると思います。で、こちらサイズが、まあ基本的に S から 3L がワークマンの靴だと思うんですが、 4L もあるし、あと何気に SS があるんです。SS があるということは多分 22.5 とか23とかそのぐらいの足のサイズの方が履くのにちょうどいいかなと思って、私ちょっと SS を息子に21センチぐらい履いてる息子が履いたら、でもやっぱちょっと大きいってことなので、多分まあ 22.5 か23ぐらいの方は SS サイズも多分ね、でもそんなにたくさんお店には入荷してないかもしれないですが、一応サイズ的にはあるということなので探してみてもよろしいかなと思います。うん、安定の履き心地、あったかいね、これもあったかい。1900円でこんなにさ、あったかくってシンプルでさ、履きやすいブーツがあって本当にいいのかしらね。なんか本当にキャンプだけじゃなく街でも履ける、そんな防寒ブーツ、ケベックでした。ちなみに真っ黒もあります。はい、続いて5点目紹介するのがこちらです。ケベックネオ、ケベックネオ、こちらも提供品です。去年の実はモデルで、今年も出てるんですが、見た目そんなに変わってないので、ちょっと去年モデルでご紹介したいと思います。さっきのケベックネオに比べて結構ね、表面の生地感が違うんですよ。ちょっと高級感がある艶消しっぽい黒で、黒は今年も出てて、あと何のかな、あとこれだ、そうこっちを見てもらった、今年の2020年バージョンはこちらのブラックと、あとちょっと白地に
なんだろうこれ、アイスロックって柄だそうですね。白地にグレーが混ざったようなそんな、色が混じってるものがあります。でこれは普通のケベックの1000円高い税込み2900円になってます。で違いは何かっていうと、やっぱり綿の量がものすごく多いんですね。まあ雪組仕様のブーツと言っていいかと思います。あと大きな違いが、さっきの、ケベックはこの辺りが撥水だったんですけど、ケベックネオに関しては全体が防水になってます。全体が防水かつ、あとこの底ですね、この底の部分にWM アイスソールっていう、そのすごく高グラスファイバー配合で雪の上でも滑りにくいというワークマンオリジナルのこの靴底になっているので、まあ、雪国で履くのにいいかなという、そんなシューズになっております。でこれね、街中で履くと、逆に都内とか関東の街中で履くと暑いくらいだと思います。結構ね、で去年結構履いてて思ったのが、あの綿があってすごくいいんですけど、ちょっとくにゃっとするんですよね。履いた時に足首がこのブレる感じがすごく疲れるんですよねって話をいろんなところで社員さんとかにしてたら、今年のモデルは見えないんですが、内側にちょっとゴムというかキュッとなるような仕組みを取り入れたということなので、その、ね、消費者の声がすぐにその来年度の製品に改善されるって素晴らしいなと思うんですが、ちょっとそれもね、今度靴提供してもらったらぜひ履いてみたいと思います。雪国で、まあ、結構作業されたり通勤通学される方は、こちらのケベックネオの方がおすすめかなと思います。あとこれはもう桁違いのあったかさね。多分ワークマンの防寒ブーツの中でも一番あったかいケベックネオです。で履き心地もめちゃくちゃ良くて、もう中が周りは綿に包まれる感じするし、ソールの感じも多分なんかね、低反発系のふんわりするソールが入ってるんですよね。それがまたあったかいんですよ。今ねこれね、部屋で履いてるともう暑いもの、暑い暑い。ちょっとね、関東の平野部で履くには高スペックすぎるかもしれない。雪国でどうぞ。はい、そして最後にご紹介するのがこちらの防寒シューズ、ラークスです。でこちらは結構前からワークマンにある定番のシューズになります。この辺が柔らかい、まあちょっと長靴的なラバー素材なので、下から5センチが防水になっているそうです。でまあかなりデザイン的にはアウトドアって感じのデザインなので、もしかしたら女性とかよりは男性が好むブーツなのかな。でちょっと革っぽい感じ、まあ合皮なんですけど革っぽい感じに、色味のある、こういう紐がついているようなデザインになっています。で中は紐ですね、紐素材でふわふわになってます。実はこれ私まだ履いたことがなくてですね、ワークマンのオンラインショップの中に実はブログがあるんですけど、そのブログで私執筆をさせていただいていて、それの執筆のためにちょっとこの靴をですね履いてみたいっていうんでちょっと提供してもらったんですけど、これからねキャンプで履いてみてどんな感じか試してみたいという、ごめんなさいまだ履いたレビューがないので熱くおすすめができないんですけれども、まあ、ちょっと普通のシンプルな感じのブーツよりもデザイン性のあるちょっとアウトドアごつい感じのブーツが欲しいって方にはぴったりなんじゃないかなと思います。で防寒ブーツのラックスは税込みで2900円になっています。でカラーがですね、こちらのブラウンとこちらの黒、ブラウンと黒があります。はい、ラークスです。あ、ラークスこうやってカメラで見ると結構映えますね、やっぱりね。なんかシンプルなシューズが結構好きだったりするんですけど、こういうガチのアウトドアシューズっていう感じのもこれはこれでかっこいいですね。中がまあやっぱ肝とかになってるんで、暖かさも中敷きが特にふんわり肝の素材になってるんで暖かく感じます。ただ個人的には履き心地でいうとケベックであるとかディアコ撥水ブーツの方が
やっぱ好みかな。やっぱりここのラバーが柔らかいとはやっぱりゴムなので少し硬く感じる人もいるのかなというのが正直なところです。はい、というわけで最後のまとめ、ざざっといきたいと思います。まず最初にご紹介したのが防寒トレッドモックです。税込み1500円から、このような黄色とか鮮やかな色から、カーキとかブラックとかの落ち着いた色までありますので、収納袋もついてて持ち運びもできます。軽量で撥水タイプになっております。お次にご紹介したのがウラボアライトスリッポン、税込み1900円になっております。カラーがこちらのネイビーとオリーブがあります。ウラボアでね、これね、日常使いで履くには本当に最高の、軽くてフィットしてウラボアがついてて暖かくて、おすすめできる、そんなシューズになっています。はい、続いてはディアコー撥水タウンブーツです。こちらは税込みの2900円、綿が抗菌防臭で、さらに太陽光と人間の水蒸気でですね、発熱するファイアボールを使った非常にあったかいブーツになっております。短めで、マジックテープでビシッと足首固定できるのも非常に履きやすくて、これも私購入して、この冬活躍しそうだなと思ってるシューズです。で、次にご紹介したのが防水ブーツのケベック、毎年人気のモデルになります。税込み1900円で、ブラックと今年は新色でモカが出てます。モカがすごくいい色なんで、ぜひお店で見てみてください。そしてこちらの防寒ブーツケベックネオ、こちらも、税込み2900円、滑りにくいですね、ソールを使用しているので、ぜひ、雪国の方ね、滑りたくないよ、雪で滑りたくない、あと周りも全部防水になってるので雨とか雪の時に活躍するブーツになっております。はい、そして最後にご紹介したのがこちらの防寒ブーツのラークス、こちらも2900円になってます。ラバーが貼ってあるって、ちょっとデザイン的にもアウトドア感が強い、そんな防寒ブーツになっております。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、ワークマンの防寒シューズ6点を一挙ご紹介させていただきました。自分で買ったものとか提供を受けたものがいろいろごちゃごちゃ混じってるんですが、どれも気に入っている、そんなあったかいシューズになります。まあ、1500円からね、2900円と買いやすいものなので、まあ、普段使う用とかキャンプ用とか、あとこれ雨の日用とか雪の日用とか分けて買ってもですね、お財布が痛みにくいお値段ですので、ぜひワークマンに行って買ってみてください。で、ですね、ワークマン特有のあるあるとして、人気の商品に関してはやっぱりサイズがどんどんなくなったり、カラーもなくなっていったりするので、真冬になると、去年の感じを見ると結構品揃えが薄くなってたので、今ね、寒くなってきた今がまだ在庫豊富かと思いますので、ぜひですね、お店行って見てみてください。はい、あと私の動画ではですね、こうしたワークマンの情報やキャンプの情報を流させていただいております。今回の動画が良かったなっていう方は、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録していただけるととてもとても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方は、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。